ダメージでポイント取ってると思っちゃって、3ラウンド目ちょっと勝ちにね徹しすぎたのが、ちょっと自分の敗因というか、まあ、試合前に恐れていたことがなってしまったなっていう感じで。彼が取り組んでいる空手スタイルですかっていうのをこう向き合って感じたのと、あと組み技とかもしっかり練習してきてるなというふうに思ったんで、自分が練習してた時よりも全然強くなってるなっていうふうには思いましたね。はい。そうですね、壁の展開はこうやっぱしつこく押し付けてきて、相手の反応が出るまでじっとしてくるんで、まあ、その辺は何もしない、とにかく何もしないっていうのが作戦だったんで、で後にブレークか切り替えて、でちょこ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 自分は打撃を当てれればいいかなっていうので、自分の方が当ててはいたというか、ダメージもしっかり取れてたと思ったんで、まあ自分の甘さで倒せなかった、作戦が本当に倒しに行くっていう最初から言ってた、それを遂行するべきだったなというか、まあちょっと被弾覚悟でやっても全然良かったなっていう、はい、とにかくいい経験になりました。本当負けたけど負けてないです、今日に限っては。はい、何も悔しくない、もう次頑張ります。はい、ヒヤッとしたものとかって何かあったりしますか？ヒヤッとしたのは、本当に効いたっていうのはなかったんですけど、結構サウスポーで構えて多彩な、まあ、蹴りとかもハイキックもあったかな、まあ、ローキックもそうですし、一発一発にこう殺傷能力があるというか、そういった意味では気は抜けなかったんですけど、自分もしっかりブロックしてたんで、これはやばいっていうのはなかったですね。プロ5戦目の選手っていうふうに見てどうでしたか？自分の5戦目とは全然違うなというふうに思いますね。これから経験積んでもっともっと強くなっていくと思うんですけど、なんかこの試合が彼にとってすごくこうステップアップっていうか、この試合があったから例えば USC に行って勝ち上がるとか、そういう試合になってほしいなっていう希望はあります。まあ、入ってくる前にこう先に打つっていうのも練習ではやっていたんですけど、まあ、実際ドライブ仕掛けられたら絶対壁に押し付けられる展開は必ずしも絶対出てしまうっていうので、どっちかというと受けて切って殴るっていう方向に回ってしまったのがちょっと良くなかったのかなっていう選択のミスで、まあ、あんまああいうふうにのらりくらりやらなくてもよかったなっていう、本当まあ全体的なコントロールのミスが自分でできた、まあ、これもいい経験だなというか、MMA ファイターとして着々と強くなっているのは実感、試合でできたんで、また次、すごい強くなって帰ってくると思います。いや、試合中ずっと落ち着いてられたんで、結構、組み際の時に、その朝倉未来が斉藤選手にこう膝一発ボディ、前、試合入れた時に、ボディだったんですけど、あ、ロブローってこう止めてたシーンがあって。で結構そういうとことかも意識して、こう蹴る位置も意識しないとなと思って、一発膝間違えてローブロー入っちゃったんですけど、3ラウンド目の最後の方したら斉藤選手が「玉金蹴ってるぞ」とか言って、それもちょっと笑いそうな、そんぐらいまあ落ち着いてたというか、まあもっと倒しに行けたなという感じで、はい、もっともっともっと倒しに行ってよかったなっていう、そこが本当に後悔です。